今回私が、出させていただきました作品は、タイトルが「深淵」と申しまして、深い森の中でですね、迷っている中で、急にふっと顔を上げると、女神がこう立っていて、救ってくれるような、そういうようなイメージの画像を、出させていただきました。まあ、今年はね、コロナの影響で、授業も遠隔になったりとかして、いろんな私の方のジャンルでも、いろんな作家が個展とかグループ展とか、こうやらなくなってしまって、私の所属している現代写真家美術協会も毎年国立新美術館で、公募展やってますが、今年は一切なしになってしまいました。まあそういう中で、作品を出すっていうことって、かなり、どういう作品をこの時期に出すのかっていうこともあると思うんですよね。で、そういう社会性も感じて、いかにものを作るかっていうところって、作家としての制作責任っていうのがあると思うんです。この作品は春に作りました。春というのは本当にコロナ騒ぎが始まったばっかりでですね、本当にこれからどうなるんだろうかっていうところで、学生にも一切外に出るな、家の中にいろというような状態で遠隔授業が始まりました。で、我々もですね、まあ、学校での雑務とかいろいろありますので、その中で、時々大学に行っては、ほとんど、コンピューターで遠隔で、会議なり何なりやり取りをしている中で、こういったところでどういったものを、人々にこう出すかっていうところは、やっぱり考えどころだったわけですね。で、作品だけを見るとですね、これ富士の、樹海の中の風穴のところの、シーンなんですけれど、これはこれで背景は別に撮ってあって、実はモデルさんっていうのは別の日に、別の場所ですでに撮ってあるもんだなんですよね。それを合成してですね、制作をしたんですけど、いかにも合成ってわからないように、本当に、このコロナ時期に、この人はロケ撮影なんてしてきちゃったんだなって思われるような、そういう制作をしてき、あの、したんですけれど、いかにも、いけないことをしてるような感じに見えますが、一発写真のように見せる自然さっていうところがやっぱり技術の見せどころで、まあ学生とか、この作品とか見てくれたら、全く酒井先生はこのコロナ時期に僕たちに、家にこもってろって言いながら、とっととこの人はロケ撮影行ってるんだなって思わせてしまうぐらいのクオリティを出すっていうことね。そこがやっぱり技術の見せどころっていうところで、学生にも、学んでほしいな、っていうところもあります。ただ、そういう技術論だけではなく、作品自体としてはですね、パッと人と、人とっていうか、パッとその悩みの中で、もだえ苦しんでいるときに、ふっと顔を見上げると、女神がいた、救いの女神がいたっていうのが、やっぱり今みんな求めてるものなんじゃないかなっていうところは感じます。で、それが果たして芸術世界で女神なのか何なのか、それはそれぞれ、人によって違うと思いますけど、何かそういうような、ものが感じられたらいいかなっていうような感じで制作をいたしました。まあ、ぜひご覧になって、楽しんでいただければと思います。はい、ありがとうございました。こんにちは。アニメーション学科の須山慶です。今回、私が芸術学部フェスタ2020に出品いたしましたのは、もう12年ほど続いている、ポルトガルとの国際的な研究交流の記録です。今回は、インタラクティブメディア学科の大久保先生と、近藤先生、
アニメーション学科の山中先生、キム・ハケン先生、そして私の、5人のチームという形で出品をいたしました。ポルトガルとのこの、研究交流というのは、2007年に、そもそも、私、須山が、国際交流基金の専門家派遣事業の一環で、いくつかの、国を回ったんですけれども、その中で訪れた、国の一つがポルトガルでした。この時に、在ポルトガルの、日本国大使館の、文化事業の、方々と、いろいろなお話をする機会がありまして、そして、そこで の派遣事業で回った、研究機関、文化団体のような方々と、そのまま縁がつながりまして、で、そこから、工芸大学の芸術学部としての、研究交流がスタートしました。今までで一番大きかったのは2010年に行った、イベントでした。2010年というのは日本とポルトガルの、就航150周年という大変大きな、記念事業をする年でした。この時、一番上では外務省だったんですけれども、外務省が取りまとめる形で、日本とポルトガル両国で、この150周年を記念する大きな記念事業が各種さまざま展開していました。その中の一つとして、私たちが東京工芸大学芸術学部の、学生院生の作品を持って、ポルトガルに行き、展示会を行うという、活動をしました。で、その時の、この展示会、展覧会のタイトルが、ビヨンドかわいい展というタイトルでした。で、この時には、学生の作品、それから作品の展示と、あと、アニメーション学科の学生の、アニメーション作品の上映会、こういったものをコンテンツにして、実際にそれを作った学生、それから院生、あと複数の教員が、大きなチームになってみんなでポルトガルに行きました。で、展示会そのものは、約1ヶ月間現地で、行っていたんですけれども、私たちが訪問した時には、この時には当時の学長だった、若尾慎一郎先生もご一緒してくださいました。それで、向こうで作品展と上映会に合わせて実際に制作をした学生たち、学生や院生たちが自分の作品をプレゼンテーションするということで、作品を仲立ちとしたコミュニケーション体験をするということも私たちの研究目的の一つとして活動を行ってきました。作品としてはイラストレーションの作品とか写真とか漫画とか、あと、上映したアニメーション作品、こういったものに加えて、昔日本から、ポルトガルに伝わった南蛮屏風という、今でも有名な、美術品があるんですけれども、これを、研究しまして、成り立ちを研究しまして、そして、大きな屏風にアニメーションを投影する、動く南蛮屏風というインスタレーション作品を制作しまして、これを現地で、発表したという、そんな活動もありました。それから、ワークショップを開いたり、講演会を行ったり、あと、ピクシレーションといって、人の体を使ったコマ撮りアニメーションというのをみんなで作ったりですね。それから、お互いの国の昔話を交換して、で、紙芝居を作ったりしました。紙芝居っていうのは日本に固有の、表現なんですね。で、ですから紙芝居の成り立ちとかそういったことも説明しながら、お互いに制作を展開するっていうような、そんな活動をしてきました。2010年の、この活動は、さらにその先に、様々な形でつながりました。毎年何らかのテーマを持って、研究交流を行っているというのが、気がついてみたら、
それからもう 10年以上経っていまして、本来ならば2020年の今年は日舗就航160周年の記念事業の年ということで、2010年の時と同じように、今回も私たちは、現地の大使館の方と連絡を取り合いながら、イベントを提供するというような計画を進めていたんですけれども、残念ながら、今年にはそれが実現しなかったので、今回進めている、活動は、またこれから先にどこかでちゃんと発表して、研究交流また深めていきたいなと考えています。考えてみるともう12年間ほど、ポルトガル現地の方々と、いくつかの、ご縁を結びながら、交流を進めているんですけれども、研究機関は複数の研究機関とのやり取りがあったんですが、現在は、リスボンのヨーロッパ大学と、それからコインブラのコインブラ大学、主にこの、2つの教育機関とやり取りを続けて、現在も継続的に、作品の、共同プロジェクトという形で制作を進めています。芸術学部フェスタのような、こういう機会にまた私たちの、研究報告発表ができればいいなというふうに思っているところです。今回は、こんな形で、発表の場所をいただきまして、大変ありがたく、幸せに思っています。これからも、コツコツと活動を続けて、また皆さんに報告ができるようにしたいなと考えています。今回の消滅という作品は、北海道の、岩見沢、三笠、美唄、砂川、いわゆるかつての炭鉱の栄えた場所で撮影したものなんですけれども、もともとあたりっていうのは北海道の原野だったんですけどもね、明治の頃に炭鉱が発見されて、やがて、すごい勢いで、発展していったんですね。すごい都市、町ができていったところなんですけども、ご存知の通り、石炭が社用化してからはですね、もう過疎も過疎、大変な状況になっています。で、ある意味、140年ぐらい前に始まった、ある種の文明、文化がですね、今現在もほとんど自然に帰ってるっていう状態なんですね。ある意味一時期人間が原野とか自然を征服して人間の領域文化にしたものがですね、今逆にですね、自然がそれを取り戻しているような状態で、文明文化もですねほとんどなくなっている。もう郵便番号も廃止されるということで、もう人の住まない場所みたいな扱いになってきてるわけですよね。でそれらの中で、どんどんヒグマとかキツネとかハチ、アブみたいなものがですね、領域を広げて、まさに人間の文化から自然の方へ取り戻そうとしている、そんな状況のところなわけですよね。もちろん周りにはいわゆる炭鉱遺跡のようなものもあるんですけれども、僕はそれらのものよりもですね、やっぱり道がほとんど自然に取り戻されたり、あるいは多少手を加えてもですね、あっという間にもう自然の領域に飲み込まれていくような、ある種そういう風景のサイクルみたいなもの、そういうところにですね、あるいは魅力とともに力の強さ、それから恐ろしさみたいなものを感銘受けて撮影しているものなんですね。シリーズは実はもう12年ぐらい、地域は年に何度か訪れている場所で、その12年の中でも
やはりどんどん変化もしてきていますし、まあ、少し長いスパンで今後も見続けていく場所になるんではないかなと思っています。そういうふうな場の持つ、なんというんでしょうかね、気配というか、そういうものをですね、伝えたいのと思って作っている作品です。ぜひそういう見方をしていただくと、ちょっと雰囲気が変わるかもしれないですね。どうぞよろしくお願いいたします。今回の作品についての解説ということなので、少し話をさせていただきます。彫刻の中で、作品を作るということで、テーマとしてその時間の流れ、人の存在ということをしていますので、そういう形をこうイメージし、形をいろいろ考えながら作っています。今回の作品に関して言うと、下の方にある形っていうのが、その大きく流れる時間と、間の部分っていうのが、人が存在するその文化文明っていうことです。で、あと上に乗ってる部分っていうのが、それぞれの人が動いているその時間の流れっていうことをイメージしています。抽象的な題材っていうか、そのイメージなので、まあ、いろいろなことをこうイメージしながら形にしています。で、今回の展覧会、10月で終わってしまいますが、来週から銀座の、地下道のメトロのギャラリーの方で展覧会を2月の末まで、あと11月の1日から1週間、銀座の第7ギャラリーというところでグループ展をしていますので、もしよろしければそちらの方も見ていただけると、どういうか考え、イメージで作品を作っているかっていうのがわかると思います。簡単ですけれども、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。デザイン学科の、福島治と言います。今日は福々プラスのポスターに関して、説明をさせていただきたいと、思います。私は15年前から、障害のある方のアートに対するさまざまな研究、それからサポートの、プロジェクトを、行っています。展覧会を開催したり、チャリティー商品を、制作したり、また福祉施設のブランドの立ち上げなども、協力をしてきました。その中で、一番、必要だなっていうことを、感じたのは、やっぱりこう継続したサポートがこう必要だ。それから他の団体が行ってないような、障害のある方の新しいこう価値をこう発見し、それをアーティストの方たちの社会参加と、それから収入支援にこう結びつける。それをこう持続的なもう活動として、やっぱ行い、それから次の世代に、その事業をバトンタッチする。そういうことがとても必要だというふうに、感じました。その中で、同じ思いのある仲間と、3年前に、偶然の出会いがありまして、一人ではなかなか突破できない、そうしたことを、3人の力をこう合わせることで、
それをなんとか実現させようということになりました。2年前に磯村、高橋、福島の3人で株式会社ふくふくプラスという企業を立ち上げました。これは障害のある方の創作活動、そして障害のある方が描いたアートを事業として様々なサービスや商品にとして生み出し、それを提供することで障害のある方の社会参加、それから収入支援にも結びつけていこうという CSV 型の会社です。で、この2年間、様々な形で、これまでにない、障害のある方のアートの、事業化に、挑戦をしてきました。アートレンタル、それからそのアートを使った企業に対する、人材育成の、プログラム、商品開発、それから、実際福祉施設の様々な、サポート、そうしたこれまでの福祉施設では実現できなかった。それから福祉施設では、こういうことをやりたいんだけど、どうすればいいだろうかとか、こんなことを、実際、やってみたいんだけど、誰が手伝いをしてほしいとか、そういう、希望があったものを、ふくふくプラスが、一つずつ、寄り添いながら、それを、実現していこうということで、頑張っております。事業としては最難関の課題に対しての取り組みなんですが、僕たちメンバー悪戦苦闘中の活動ではあるんですけども、障害のある方の創作活動、福祉施設、そうした方々の少しでも道しるべになったり案内人になったり、そして一番、皆さんの、心に、寄り添う、そうした事業としてこれから広げていきたいと、そういうふうに考えました。このポスターは、障害のある方たちのさまざまな創作活動の、道しるべとなるような、そうした、ビジュアル、それから寄り添うっていうことに、対して、そのイメージを広げるビジュアル、それから、みんながサポートを求めて手を振ってこっちだよって言っている。そんな三つのイメージを、三つのキーワードとともに、ふくふくプラスのイメージビジュアルとして、ポスターに仕立て上げました。暗くて、わかりにくいんですけども、僕のその、情感ですとか、その奥行きですとか、それから皆さんが求めているものと何か道しるべになったりとか、そういうことを、少し感じていただければと、そういうふうに思います。どうぞよろしくお願いします。以上、福島から説明をさせていただきました。どうもありがとうございます。こんにちは、デザイン学科の、松本健一です。今日は、芸術学部フェスタに、展示している、僕の、デザインの仕事、桑原商店っていう、酒屋さんの、VI デザインであったり、店舗の中の、デザインがあるんです、展示してるんですが、その、作品の、解説を、したいなと思っております。桑原商店は、五反田に、あって、家族で、代々、営まれてきた、酒屋さんなんですけども、この場所はもともと倉庫として、利用していた場所で、一部を、角打ちスタイル、その場でお酒を買って飲めるっていような、ちょっと
居酒屋さんのような形で、まあ、倉庫兼居酒屋のような形で営んでいたんですけど、まあまあ、改めて家族が楽しく働ける場所を作りたいということで、まあ建築家の長坂城さんという方が、まあ倉庫の雰囲気を生かしながら、まあ、お酒を楽しめる、まあ、新しい場所になるように、設計したという、店舗デザインになっています。で、まあ、その時に、ロゴを考える時に、まあ、通常店舗だと、シンボルマークを作る場合っていうことが、よくあるんですが、まあ、この店舗の上に、桑原さん一家で、あったりとか、まあ、親戚の、おじさんであったりとか、が住んでいる住居があるんですね。なので、まあ、お店前とした、いかにもこう、お店らしいっていうようなロゴが、こう、ふさわしくないんじゃないかなっていうふうに考えて、まあ、この場合は、シンボルマークをなしとして、かつ、まあ、ここでこう、ずっと、まあ、酒屋さんを営んできたっていう、まあ、場所性みたいなことを考えて、シンボルは作らずに、まあ、店名と、この場所の住所をセットにした、ロゴをデザインすることで、まあ、なんか見た人の印象に残るようなデザインにできないかなっていうふうに考えて制作を進めていきました。まあ、とはいえ、大通りからこう路地を入ったところにあるお店なので、その大通りからちょっとこう路地を覗いたときに、まあ、気になる存在にはならなくてはいけないっていうところで、まあ、そこで入り口に、まあ、派手になりすぎないかつ存在感を示せる白いネオン管を採用して、まあ、ロゴをそのまま再現できるっていうところから、まあ、書体には丸ゴシックを使用しています。で、まあ、そのロゴが決まった時点で、まあ、店内に POP だったり、まあ、お酒がいっぱい販売されるので、まあ、その説明を書くような POP がすごく数多く必要になるんですけど、まあ、その POP などを、まあ、共通の書体で、ロゴと同じ共通の書体で、まあ、全てをこう統一していくことで、まあ、なんかマークがなくて、まあ、造形的な個性っていうのがなくても、書体がこう全て共通で統一されていることで、まあ、店舗の雰囲気を作っていくことができないかなというふうに考えました。それから、POP は、まあ、お酒がこう新しい商品が入るたびに、日々こうどんどん増えていくんですね。そのためにまあ細かいルール設定をして、まあ、それに従って、お店側の方に展開をしてもらっています。で、まあこの文字を使った、ロゴっていうのが、まあ、桑原商店の、ビジュアルアイデンティティになるので、まあ、POP も、まあ、重要なビジュアルアイデンティティの要素の一つっていう、まあ、そういう考えのもと、全体の設計を行っています。まあ、ロゴデザイン自体に、そんなにこう、インパクトというか強さはないんですけど、まあ、お店のファサード部分にネオン管を使用したりであったりとか、まあ、包装紙であったり、あと紙袋を留めるシールなんかに、そういう部分では、ロゴのセットを、まあ、パターンのような、そんな扱いにすることで、何かこう違和感で、普通のマークとは違う違和感であったりとか、まあ、なんか気になる存在、そういう感じを出せないかなというふうに思って、まあ、様々なツールを展開、まあ、その上でデザインを進めました。今回の作品は、印刷の網店に着想を得て、まあ、制作をしました。まあ、知ってる方もいると思うんですけれども、ポスターとか、まあ、雑誌とかの、まあ、印刷物というのは、網店という、まあ、小さなドットで、まあ、写真などのイメージを再現しています。まあ、網店のこう薄いところとか、まあ、網店がたくさんあるところとか、まあ、その密度の違いで、まあ、明るいところから暗いところまでの、まあ、階調を作って、まあ、イメージを再現してるんですけれども、
今回の私の作品では、まあ、あえて画面全体が 40% の網点になるように、まあ、構成をしています。まあ、つまり、理屈の上では、まあ、モチーフが見えない。まあ、画面がもう全部均一なグレーになるという作品になっています。ただ、実際には、網点の大きさの違いがありまして、まあ、そのキメの差によって、まあ、矢印とか時計など、まあ、いろんなモチーフが見えてくるような作品になっています。で、まあ、この作品を作る上でまず考えたのは、まあ、今回ちょっとこういう状況になったので、実際にこう作品の現物を見たときに、その作品の面白さがこうグッとわかるようなものを作りたいなということでした。もちろんこう SNS とかウェブとかでそのスクリーンを通して、まあ、作品を見るという経験ももちろん、面白いものなんですけれども、やっぱり生のポスターを見て、感じるもの、逆に言うとその生のものを見ないとわからないようなアイデアみたいなものをちょっと今回試してみたいなと思ってこのような作品にしました。あともう一つ、私は平面的な表現にすごく強い関心がありまして、例えば日本の琳派っていう流れを組む美術の中では、モチーフのこうアウトラインをすごくこうくっきり、はっきり描くことで、なんか強い平面性を生み出す作品があるんですけれども、そういったものに触発されながらも、私としてはグラフィックデザインならではのこう平面的な表現っていうのをずっと追求していて、今回は画面全体がこう均一な濃度になることで、強い平面性を持ってるんだけれども、モチーフがすごくこうおぼろげに浮かび上がるというような作品にしてみました。で、実際こういう実験的なことを続けて、いるんですけれども、実際の仕事に役に立つかというと、すぐには役に立たないんですけれども、やっぱりこう新しい表現とか、新しい手法の中に、次の新しい時代のこう精神みたいなものが宿ればいいなと思って、このような研究を続けています。